どうも、新入社員です。今日は燃料の残り少ないガス缶の使い切り方についてちょっと動画にしていこうかなと思います。登山とかキャンプ行くと本当中途半端に余ったガス缶っていうのが出るんですよ。それを次回のフィールドで使うかっていうと、どうしてもすぐガス缶切れちゃうから新品のも予備で持っていかないといけないし、そうすると中途半端に余ったガス缶の荷物っていうのが非常に邪魔ですよね。ということでそういうのがどんどん溜まってっちゃうんですよ。それを今回はあるアイテムを使って、使い切っていこうと思います。それがこちら、スノーピークから出てるリトルランプノクターンという商品です。まあ、言っちゃえばこれ明かりですね。スノーピークから出してるガス缶を燃料とした明かりです。はい。でこのノクターンですね、何がすげえんかっていうと、このちっちゃいガス缶で15時間明かりを灯せるっていう非常に低燃費なランプなんですよ。ホームページを見ると、小さな光ですがテーブルの上を十分に照らすことのできる実用的な光量ですと書いてあります。まあ、実際にこれをね、テーブルの上で使って本当に実用的な光量かっていうと正直ね微妙なところなんですよ。まあ雰囲気アイテムですよねこれは本当に。まあ、熱効率もよく残量の少ないガス缶でも長時間利用できます。ここがね非常に売り、本当に。まあね、ろうそくをちょっと大きくしたぐらいの炎なので、まあ低燃費っちゃ低燃費っていうのは当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。まあそういうアイテムなんですよ。まあ一本持っとくといいよねっていう雰囲気アイテムですね。で着火方法としては、まあ後で説明するんですけど非常に簡単で、まあ、ライター1本あればすぐに着火します。まあこれが煙突効果になってるんで、まあここの下にちょっと隙間があるのでライター灯してあげればすっと火がつきます。なんでイグナイターみたいな着火装置っていうのはないので、ちょっと個別でライターとか用意していただければなと思います。久しぶりにこれ開けんだよな。箱で取っといてるってなかなかよ。ちゃんとねこういうケースに入ってるんですよね。でちゃんとこういうスポンジがあって、まあこのガラスがホヤが、まあ、割れにくくなってるというアイテムですね。でこれが2016年限定バージョンってやつで、たまたま手に入れたんですけれども、非常にねデザインが素晴らしいですよね。つけていきます。いいね。やっぱノクターンは110の缶がちょうどいい大きさですよね。110でだって十分15時間も持ちますからね。250の缶で35時間、500の缶だと71時間、めちゃくちゃ持ちますからね。相当持つわこれ。じゃあ着火していきますね。ここに隙間があるんですよ。ここに火をかざしてやって、元栓を開けるっていう形ですね。こっちに元栓があるんですけれども、まあただ開けるだけで大丈夫です。火力の調節はここじゃないんですよね。なんかボリュームがね右左に回すと大きくなりますよっていう感じじゃなくて、これはただ単に元栓で開けるか閉めるか、それだけなんですね。じゃあ火力調節どこにあるかっていうと、ここにございます。こんなぐらついてたかな。久しぶりに開けたからな。これですね。
ただ単にここに空気の流入が変わるんで、それによって火力が変化するっていう非常にシンプルな構造となってますね。ではつけていきます。自分こういうガストーチっていうやつを使うんですけれども、火がこういう青い炎なんですね、バーナーのような。それ使うと火が届かなくてつかないんですよ。なので自分は上からやっております。こういう感じでつきますね。火力調節も、久しぶりに使ったけどめちゃくちゃいいな、これかっこいい。雰囲気ゲーだな、マジで。ゲームじゃないけど、ほんと雰囲気アイテムがいいな、これ。落ち着くわ。ちょっと電気消してみます。こんな感じですね。これを実用的と言うかどうかっていうと何とも言えないですね。この近くで読書ができるかできないかぐらいの明るさですけれども、まあキャンプだったらいいのかな。これがやっぱ実用的なんかな。でね、多少こう炎の揺らめきがあったりして、まあ外で使うと非常に雰囲気、いや結局雰囲気かいって話なんだけど、いいアイテムなんですよ。でもね、違うんですよ。俺が今日この動画を出したのはこんな雰囲気アイテムを紹介するためじゃないんですね。違うんですよ。このノクターンっていう商品はですね、実は当たり目を炙るための商品なんですね。はい、何言ってんだって話なんですけど、そうなんですよ。ということで今回ね、用意しました。当たり目、それとこのキンキンに冷えたビールだね。これがあると最強。じゃあこれでね、雰囲気で飲んでいきましょうよ。じゃあビールで乾杯しましょうや。乾杯。何気動画で酒飲むの久しぶりだな。これ手に取るじゃないですか、この当たり目を。このね、ちょっと遠火でね炙るんすよ。